健康的な髪を手に入れる7つの自然療法を追求するときに健康で輝く髪を第一に求める人が多くいます。私たちの髪は重金属、ヘアケア製品、染料などをはじめとする化学製品や紫外線などの外的要因からのダメージを絶えず受けています。 化学製品と紫外線などの環境要因により髪が弱くなりますが弱くなった髪を強くするための自然療法がいくつかあります外的要因をはじめとするストレスにさらされている髪のケアは天然素材を使った自然療法がおすすめです高価なヘアケア製品や高級ヘアサロンに行く必要はありません本記事では 健康な髪を手に入れるための7つの自然療法をご紹介します。1. バナナ。カリウムが豊富に含まれているバナナには、髪の健康と、針を改善する働きがあります。材料、完熟バナナ。1本、使用方法を、フォークを使ってバナナをピューレ状に潰します。 髪の根元から毛先に向かってバナナを塗布します。15分間かけて浸透させたら、シャンプーを使って洗髪します。ドライヘアやダメージヘアに高い効果を発揮するトリートメントです。2、卵黄。卵黄1個分を使って、頭皮をマッサージした後、10分間そのままにしてください。ぬるま湯で洗い流した後、 通常通りシャンプーを使って洗髪します。最大の効果を得るためには週はじめ2回行ってください。3. ビール。ビールを使った洗髪は健康的な髪の実現に効果的で人気の方法です。使用方法をスプレーボトルにビールを入れます。シャンプーで髪を洗い、タオルで軽く乾かします。 髪にビールをスプレーした後、30分間そのままにしてください。この方法を使うと髪の輝きを取り戻すことができます。4. マヨネーズ。健康的な髪を実現するために効果的な自然療法の一つが、マヨネーズを使う方法です。髪が濡れている時にマヨネーズを塗布します。 約60分間そのままにして浸透させます。たっぷりの水で洗い流した後、シャンプーで洗髪します。髪の奥深くまで浸透するマヨネーズトリートメントは、傷んだ髪や乾燥した髪を修復する効果があります。5、オリーブオイル。オリーブオイルは髪を強化して、 枝毛やダメージなどから髪を守る働きがあります。材料、オリーブオイル、大さじ4杯、96g、使用方法、オリーブオイルを使って頭皮をマッサージしたら、30分間そのままにします。しっかりと洗い流してください。就寝前にオリーブオイルを塗布し、一晩かけて浸透させた後、 翌朝洗い流す方法があります。オリーブオイルを塗布した状態で就寝する場合は、必ずシャワーキャップをかぶり、枕やシーツ類を保護してください。6. いちご。過小評価されがちないちごですが、髪を保護する働きがあるだけではなく、様々な髪への健康効果があります。使用方法を。 イチゴを無カつ潰します。髪の長さによって量を調節してください。潰したイチゴと使って髪をマッサージしたら、シャワーキャップをかぶり、その上から温かいタオルを乗せます。20分間このままの状態を保ちます。シャンプーとコンディショナーを使って洗髪してください。髪に良い香りと輝きを与えるおすすめの方法です。 7. 蜂蜜。ミツは,は美しい肌や髪を手に入れるためには欠かせない食品です。ミツを使うと、髪のダメージを修復しながら抜け毛を予防する自然療法薬が出来上がります。使用方法。蜂蜜数滴を普段使っているシャンプーまたはコンディショナーに加えて、通常通り髪を洗います。注意事項。 今回ご紹介した方法は、髪質や長さによって量を調節してください。髪を保湿しながらドライヘアやダメージヘアを修復する効果のあるおすすめの方法です。髪の健康を維持するために、以下のアドバイスを参考にしてください。週1回、ディープトリートメントを行います。毎日髪を洗わないようにしてください。 髪を毎日洗うと、髪の表面にある天然のオイルや保湿成分を洗い流し、髪が乾燥します。髪を洗った後は必ず乾かしてください。洗髪方法や乾燥方法によっても髪の健康に影響を与えます。洗髪は優しく行い、髪を乾かすときは擦らないように注意をしてタオルで拭いてください。 髪の潤いを保つためには、髪を継続的に溶かすことが大切です。髪を溶かすという動作が、髪の天然のオイルを生成し、髪が以前よりも潤いを保ちます。髪を滑らかに輝かせたい場合は、今回ご紹介した方法をぜひお試しください。